今見えてるのが超大型モンスターエアロバットよ。そう、体格は大きいけど、ムキエビなどの小動物しか食べないの。飛空艦を見つけても大抵は一定の距離を保とうとするわ。こちらから仕掛けない限り攻撃してくることはない。これをペットに？まず1000万ヘクタールの土地を用意しないとね。まあそこまで大げさじゃないわ。ただこいつらの真下にいるのはおすすめしないわね。でないとヤバい液体にまみれることになるから。おやおや、発言がますますエスカレートしてるぞ。ちょっと待った、この ID まさかお父様？ちょっとお父様、これ生配信なのよ。そういうのやめてよね。どうだ、生配信で8万人相手に晒し者になる感覚は？それとよ、盛り上がってるところ悪いが、帝国の電波が届くギリギリの範囲まで来ちまってるぞ。みんなごめんなさい、まもなく帝国の魔導回線のカバー範囲を離れるわ。残念だけどしばらくのお別れよ。それじゃあまたね。さようならみんな。さようならお父様。さてと体を動かしに行くわよ。武器忘れんなよ、部屋の左の箱じゃ。太っ腹だな、帝国軍も。任務中の配信を許したな。目的地に着いたら戦闘シーンを配信しようぜ。フォロワー爆増間違いなしだ。どうかしらね、可愛い小動物が相手だったらチャンネルが封鎖されちゃうかも。
今日の訓練はここまでにしましょう。とりあえず休憩。随分と余裕じゃねえか。もうすぐグランドストームに。心配しないで。このストーム号はライリの。ほう、もうやることはなさった。隊長、グーグー鳥を見かけませんでしたかい？見てないわ。グーグー鳥がどうかしたの？グランドストーンを突破したお祝いに帝国最上級のグーグー料理を振る舞おうと思ってたんですが、逃げ。それは困ったわね。探すのを手伝いましょうか？本当ですかい？助かります。いなくなったのは3。わかったわ。来たぜ、鉄板逃げたグーグー鳥探し。グーグー鳥が面倒な場所に置かれてねえといいんだが。ということは、グーグー鳥を差し出せば何かしらのアイテムが手に入るってわけね。じゃなきゃ彼の料理に苦情を入れてやるわ。かなり凶暴そうだぜ。捕まえられるのか？だったら気絶されてしまえば済むことだ。